ボクシングのヘビー級12回戦が1日、日本時間2日、サウジアラビアで行われ、41歳の長次来、チャンツイレイ、中国、が元世界王者デオンテイ・ワイルダー、米国、25回 KO 勝ちした。かつての最強王者を撃破。海外記者は、終わりだ、一連のショットで粉砕したと大興奮している。戦績は長が27勝、22KO、2敗1分け、 38歳のワイルダーが43勝、42KO、4敗1分け。動画、驚くべき KO、粉砕した、チャンツイレイが強烈な右フックでワイルダーを沈めた実際の映像衝撃 KO が生まれた。互いの距離が詰まった5回、蝶はカウンター気味の右ショートをお見舞いした。ぶらついたワイルダーを攻め、追撃の右フックを着弾。巨体を仰向けにダウンをさせた。 ワイルダーは立ち上がったが、ぶらついた状態。目を見たレフェリーが試合を止めた。米スポーツチャンネル、ダズン公式 X が動画を公開。海外記者も X で続々と速報した。イギリスラジオ局、トークスポーツのマイケル・ベンソン記者は、驚くべき形容で、間違いなくワイルダーにとって終わりだと興奮。米スポーツ専門局、ESPN のマイク・コッピンガー記者もこう綴った。 終わりだ。蝶がワイルダーを一連のショットで粉砕した。ワイルダーは震える足で10カウントの前に立ち上がったが、試合は懸命にも止められた。なんてショットだ。ワイルダーが立ち上がったことさえ信じられない。ラウンド6の TKO。蝶は暫定ではあるが、アジア人初の世界ヘビー級王座を獲得した選手。アマチュア時代の2008年、北京五輪では銀メダルを獲得した。